海とね、海の音って意味なんだよ。そっか、海の音ね。どんな音か知ってる？まさか。順調に回復したらさ、歩けるようになるかな。ねえねえ、先生も帰って。お父さんと会った。今日ってリハビリ室行かないですか？中心を真ん中に置いてください。これもう無理だ。いろいろ整理しなくちゃな。結局乗り越えるのは本人で、俺たちは何にもできないのよ。カイト、本当に先生のこと大好きだったんですよ。こんな狭い病院の中の俺たちだけじゃ限界あるけどさ、少しずつできること増やしていかないとさ。先生と一緒にリハビリしてると生きてるって感じするわ。それでは発表を始めます。